モデルビュービューマードル概念図。直線は直接的なアソシエーションを表し、破線はオブザーバーパターンを経た間接的なアソシエーションを表す。モデルビュービューマードルは UI を持つソフトウェアに適用されるソフトウェアアーキテクチャの一種である。MVVM はソフトウェアをモデルビュービューマードルの3要素に分割する。 プレゼンテーションとドメインを分離しまった宣言的ビューを分離し状態とマッピングを別に持つことでソフトウェアの保守性、開発生産性を向上させる。モデルビュー、ビューマードルパターンはモデルビュー、コントローラーパターンの派生であり、特にプレゼンテーションモデルパターンを直接の祖先に持つ。元来、マイクロソフトのユーザーインターフェースサブシステムである。 Windows Presentation Foundation や Silverlight の世界で生まれた考え方ではあるが、現在は Android や Web ブラウザ上での JavaScript の世界でも MVVM の利用は広がっている。マイクロソフト MVP のジョシュ・スミスのリポートより2005年にマイクロソフトの WPF 及び Silverlight アーキテクトであったジョン・ゴスマンが自身のブログでモデルビュー。 ビューマードルパターンを発表しました。MVVM とファウラーのプレゼンテーションモデルは、両方ともビューの状態と動作を含んだ形でビューを抽象化しています。ゴスマンはユーザーインタフェースの作成を簡素化するために WPF の活用コア機能への標準化された方法として MVVM を導入し、一方、ファウラーはビューの UI プラットフォームに依存しない。 抽象化を作成するための手段としてプレゼンテーションモデルを導入しました。その意味で一般的な PM パターンを WPF とシルバーライトのプラットフォームにより特化したものになるように MVVM を検討しています。MVVM パターンは2006年11月21日にリリースされたネットフレームワーク3.0に実装された WPF とシルバーライトの両方をサポートするために考案された。しかし、MVVM パターンは今日ではより広く適用され、MVC や MVP パターンなど MV、MVVM パターンよりも前に発生した他のドメインにも波及している。WPF に取り組んでいる何人かのマイクロソフトアーキテクトは MV、MVVM について、 オンライン上で幅広く情報を発信している。さらに、今日では、パターンは、モデルビューバインダーとしても記載されている。UI を持つソフトウェアはしばしばドメインを司る、エンジニアと UI を司るデザイナーの協業によって、開発されるが、彼らが用いる、ツール、言語は、必ずしも一致しない。MVVM が解決する課題の一つ目は、この不一致の許容である。 ドメインデータという愛すなわち、モデルとビューは、表示と操作の関係を持つ。シンプルなケースでは、モデルの状態がそのままビューに表示され、ビューの操作がそのままモデルの状態変更に適用できる。しかし現実には、ビューとモデルは1対1対応しない。モデル内の複数の要素から算出される値が、ビューでの表示にふさわしい場合や、ビューの操作に基づいた。 演算結果をモデルに適用したい場合が品質する。結果として状態を持つモデルとは別に、ビュー自体にも状態を持たせる必要が出てくる。MVVM が解決する。もう一つの課題はこのビューが持つ状態の表現である。モデルビューでの開発プロセスさえを許容しかつ、ビュー状態を表現するために、MVVM パターンではソフトウェアを モデル、ビュー、ビューマードルに3分割する。MVVM では、モデルとビューを明示的に分離する。これにより、モデルとビューを異なるツールで異なる人が開発でき、効率良い協業が可能になる。また、MVVM では、ビューのためのモデルとして、ビューマードルを導入する。ビューマードルは、ビューとモデルの中間に存在し、 表示のために、モデル値をデータバインディング可能な形式へ変換して、状態として保持する。また操作のために演算用コマンドを有している。このビューマードルによる状態表現により、モデルをビューに感知せず構築し、ビューはデータバインディングを介した UI 表示のみに特化させながら、モデルビュー間をシームレスにつなぐことが可能になる。MVVM では、 プログラムを3つの要素、モデル、ビュー、ビューマードルに分割する。アプリケーションのドメインを担う、そのアプリケーションが扱う領域のデータと手続きを表現する要素である。多くのアプリケーションでは、データの格納に永続的な記憶の仕組みが使われていたり、サーバーが別途存在するアプリケーションでは、サーバー側との通信ロジックなどが含まれている。MVVM の概念では、 MVC の概念と同様にデータの入出力は取り扱わないので、強いて言うならばそれらはモデルの中に隠蔽されると考えられる。一般的にモデルはドメインを担当すると言われるが、この言葉だけをもってモデルの役割を想像するのは難しい。例えば、クライアントサーバーモデルのアプリケーションのクライアントアプリケーション側は、そのドメインそのものがプレゼンテーションになっている。 アプリケーションをプレゼンテーションとドメインに分けて考えようとした際にはこのことが混乱の一因となっている。モデルの役割は、工述するビューとビューマードルの役割以外の部分と考えるのが妥当である。モデルはビューの描画について知らないし、知る必要もない。ここで重要なのは、モデルは描画について関わらないだけで、ビューの見た目。 装飾についての情報を保持したりするのは MVVM パターンとして何の問題もないということである。つまり、そのアプリケーションが背景色や文字色、コントロール間の余白といった表示をカスタマイズできる場合、その背景色や文字色や余白のサイズを保持するのはモデルである。ただし上述した通りモデルは描画には関わることはなく、 その情報をもとに実際に描画するのは、ビューの役目である。もちろんこのモデルの情報は、ビューマードルを経由してバインドされる。ビューは、アプリケーションの扱うデータをユーザーが見るのに適した形で表示し、ユーザーからの入力を受け取る要素である。すなわちユーザーインターフェースの入出力が責務である。ビューは、宣言的に定義され、渡された値に基づいて、描画を行い、 ユーザー入力を通知する。よって、MVVM におけるビューは状態を持たない。実装ではしばしば、ビューマードルとのデータバインディングを介した値の取得と、描画、ユーザー入力の通知が行われる。そのため、テンプレートエンジンや、宣言型のドメイン固有言語にビューを移乗する、形のプラットフォームと非常に相性が良くなる。ビューマードルは、 ビューを描画するための状態の保持と、ビューから受け取った入力を適切な形に変換して、モデルに伝達する役目を持つ。すなわち、ビューとモデルの間の情報の伝達と、ビューのための状態保持のみを役割とする要素である。実装ではしばしば、ビューとの通信は、データバインディング機構のような仕組みを通じて行う。その場合ビューマードルの変更は開発者から見て、 自動的にビューに反映される。MVVM は、モデルビューコントローラーから派生したアーキテクチャであり、いくつかの違いがある。まず、MVVM のビューは、MVC におけるコントローラーを包含している。これは、現代の GUI プラットフォームが、コントローラーがかつて担っていた仕事のほとんどを、抽象化しており、新コントローラーを、わざわざ区別する。 必要性が低いからである。当初の MVC は、マウスカーソルが、どのビュー要素上に位置するか、コントローラー側でハンドリングしていたが、現代のウェブブラウザはそれをすべて自動で行っている。また、MVVM のビューは、宣言的に定義され、状態を持たない。MVC におけるビューは状態を持つビュークラスであり、モデルには含まれないビュー用の状態を保持していた。 MVVM においてこの責務はビューマードルへと移され、ビューは UI の定義と値のマッピングのみに責務を持っている。すなわち、MVVM は MVC をモデルビューと解釈した上でビューを宣言型とし、モデルへの参照とビュー状態を持つ仲介役としてビューマードルを導入している。MVVM と同様に MVC の派生パターンであり、アプリケーションをビュー、 プレゼンテーションモデルモデルに分割する形のプレゼンテーションモデルパターンというパターンがある。プレゼンテーションモデルパターンのプレゼンテーションモデルは MVVM のビューマードルと同様にビューの状態を保持し、ビューはプレゼンテーションモデルの状態をデータバインディング機構のような仕組みを通じて自動的に描画するのみである。一見 MVVM との区別はつかないが、 もともと、MVVM という言葉が提唱された Windows Presentation Foundation の世界での MVVM にはプレゼンテーションモデルより一歩進んだ特徴がある。WPF で View を担当する ZAML という XML ベースの DSL は非常に高機能で View を完全に ZAML だけで実装することや View マードルに対して View を完全に抽象化することも可能となっている。 MVVM はソフトウェアアーキテクチャパターンでありフレームワークライブラリーではない。よって MVVM を採用する際はそれに合わせたモジュール分割を行い、場合によっては MVVM を支援するフレームワークライブラリーを採用する。一般には一つのモデルを用意し、ビュー全体をビューコンポーネント群へと分割、橋渡しとして各ビューに対して ビューマードルを設定する。ファットビューマードルビューマードルの責務は、モデルビュー管の形を合わせるための変換と値の保持であり、そのために、ビューマードルはモデル変換の演算を行う。しかしこの演算において、モデルが担うべき演算まで実装してしまう危険性があり、しばしば起きるこの実装ミスとそれによる肥大化は、ファットビューマードルと呼ばれる。ファットビュービューでも、 同様の問題が起きうる。ビューはコマンド発行演算のみを行うべきだが、コマンドの引数を計算する過程などでビジネスロジックを埋め込む実装ミスがしばしば発生する。ビューマードルの相互依存一つのモデルと一つのビューを仲介するためにビューマードルは存在する。しかし実装上このビューマードルを他のビューマードルから利用してしまう場合がある。 例えば VM1 が持っている値が他のビューマードルでも利用できる形に成形されていたとする。VM2 は変換を実装せずとも VM1 を参照、監視するだけで適切な値を得ることができてしまう。もし VM1 が VM2 の値を同様に参照すると容易に循環参照が発生する。VM1 は VM2 の値変更を監視しているため、 VM2 の変更で VM1 が変更されそれにより VM2 が変更されとループが走りシステムの状態が予測不可能になるモデルビュービューマードルイズ、テーラードフォーモダン UI デベロップメントプラットフォームズゴスマンオリジナルポストマーティンファウラープレゼンテーションモデル2012年4月12日閲覧印象と The UI part of the application is being developed using different tools, languages and by, a different persons and is the business logic or data.Back-end, Gosman, Original Post, in simple examples, the view is data, bound directory to the model, other parts of the model can be edited by directory, binding controls to, w a y to the data. Goesman, original post, in practice however, only, a small subset of application UI can be, data, bound directory to the model Goesman, original post, the model is very likely to have a data tips that cannot be mapped directory to controls, the UI may want to perform complex operations, that must be implemented in code which doesn't make sense in our, Strict definition ィィ of the view but are, too specific to be included in the model, Gooseman, original post, finally we need, a place to put view state such as selection are, more's, Gooseman, original post, model, view, view model is the sway, refinement of MVC that evolves, it from its small talk, origins via the entire application was built using, one environment and language into the very familiar modern environment.Goesman, original post.The term means model of a view.Goesman, original post.It also provides a specialization of the model that the view can use for data binding in this latter role.The view model contains data.Transformers that convert model tips into view tips. and it contains commands the view can use to interact with the model.Gosman, original post.The view is almost always defined.Declaratively, Gosman, original post.The view consists of controls of AGUI.Controls themselves manage the interaction with the input devices.that is the responsibility of controller in. MVC, Gosman, Original Post, by the Nature.of, Declarative Languages, Some View State that MVC, Encores in its view classes is not easy to represent.for example, the UI may have multiple modes of interaction such, as view mode and edit mode that change the behavior of the controls or other look of the visuals. But these modes can't always be expressed in ザムルゴスマンオリジナルポスト MVVM パターンに厳密に関連付けられているわけではないにもかかわらず Vue の設計は部分的にその影響を受けています。関連的に私たちはインスタンスを参照するのに変数 VM を使用します Vue JSV3 Docs 多くのネイティブアプリ開発者にとって親しみやすい モデルマイナスビューマイナスビューモデルパターンを踏襲しています。ASP.net Core レザーページを使った簡単な ASP.net MVC アプリ。ありがとうございます。